皆さんこんにちは、ステラです。今回はサンゴのアプリ系第2弾、へっこんでるところやってきまーす。前回はこの切り込みの入れるポイントなどを説明してから、ここからここまで今ね縫った場所までアプリケの実演をしました。で、今回はこのへっこんでるところと膨らんでるとことへっこんでるところ、ここの組み合わせ、ここね一番難しいのでここを実演していきたいと思ってます。前回の続きですね。まあね、前回の続きといってもね2本撮りで撮ってますので、はい、じゃあ真下に入れて折り山、まあ、これはねいつもと一緒です。前回ね見てない人はね一回前回の見てからこちらをねご覧いただくといいと思います。はい、でここの切り込み、ここの切り込みですね、ここの切り込みはいつの段階で入れますかって質問も多いんですね。でいつ入れてもいいんですけれども、まあ私は少し直前になって、ああもうそろそろ切り込み入れたいかなって思った時に入れます。まあ多分その切り込みを入れたいかなって思う時はいつですかみたいな質問だと思うんですけど、まあ、それはね人それぞれ個人で違うので、ここまで来たら切り込みを入れましょうみたいなちょっと説明がね難しいので、まあ大体そろそろここがもう今へっこんできそうじゃないですか。これへっこんできそうになったなと思ったらもうね切り込みの準備です。で、このえぐれてるところのこの切り込みの長さなんですけど、あまり深く入れないようにしてください。というのも、ここね、あまり深く切り込み入れてしまうと、ここがすごくえぐれてしまう原因になって、まあデザインが少しね、やっぱ変わってきてしまうこともあるんですね。で、大体私はまあ 2mm から 2.5mm ぐらいの幅でこの縫い代の幅を折ってってるので、それよりも短め、例えばまあ 3mm 入れる人だったら 2.5mm とか、アップリケの縫い代の幅より、短く入れるのがポイントです。で、切り込みを入れます。で、様子を見ながらまたね必要に応じて切り込み入れていきますの で、このまま進めますね。で、基本的に、まあ、糸はね向こう側にこう向こう側に引いてください。今ねカメラがちょっと手前にあるのでどうしてもねこういう引き方になっちゃうんですけど、本来はこうね向こう側に引いた方が、まあ、綺麗ですね。じゃあ進めます。真下に入れて折り山、まあ、これは変わらないですね。で、ここですね、ここをそろそろへこんでるところに来るので、へこみでここねきっちり入れてください。へこませてまた進めます。あまり先までね縫いすぎないように注意をして、ここがね難しいんですよね多分みんな。で、切り込みを入れてるので、ここでへっこみ、ここですね、ここで、ここでもうほつれてたらダメですね。そう、この状態、この状態で形作って、で縫い進めていきます。で、ここは U じゃないので巻きかからなくてもいいんですけれども、少ししかね縫い代が入ってないので怖い方は少し巻きかがり気味でも、まあ、問題はないでしょう。それはねちょっと自分の技量に応じて変えてみてください。で、
ここ今引っ込み終わりのまたここがね膨らんだカーブなんですね。こういうふうに。で形作りながら進めていきます。まあ、少しねいびつになっても構わないんですけれども、ほつれるよりはね構わないと思うんですね。ちょっといびつになった方が。でここがカーブなのでここはえぐれてるカーブですね。膨らんでえぐれるって一番難しいですよね。これ距離がねあればそんなにね問題ないんですけれども、なぜか私がこういうデザインにしてしまったがために難しいデザインになってしまったとですね。でここは引っ込みます。引っ込んで膨らむこうですね。で真下に入れて折り山はいつもと同じ。今少しね糸がなんかね見えてるかなって思ってると思うんですけれども、糸のね色が違うので、これね白でやるともうほとんど見えないレベルの針目です。はい、でここへっこみましたね。でここ今へこんでて、またここ先端に向かって膨らむので注意しながら、こう同じ幅でまあできるだけね、今ここですね、ここでちょうど白いから分かりやすいですけど、ここにね折り込んだ幅が見えますよね。この折り込んだ幅がここね、まあ一定の幅でね折り込めるようになるには、まあ多少ね慣れも時間もかかりますけれども、まあやみくもにやっても上達はしないので、少しね考えながら自分がどこが綺麗に折り込めないのかなとか、針の使い方はどうかなとかってね、まあ考えて縫っていくのも上達の近道です。まあただね2,3 個作ったところですぐに上達はしませんから、まあいろんなねモチーフをたくさんね作っていくのがいいのかなと思います。で前回と合わせてここですね、山カーブ、へっこみカーブ、山カーブ、へっこみカーブやってみました。はい、こんな感じで進めていきます。このね切り込みを入れるタイミングなどはまあねご自身の判断でいいんですけれども、あんまりね手前にねここ山が終わってもうギリギリになって切り込みを入れてしまうとラインがつながらなくなりますので、ちょっと手前からまあ1センチか 1.5 センチぐらい手前まで来たら、ちょっとね軽く切り込みを入れてここが綺麗な形でラインでつながるかなっていうことをいつも頭の中に入れておけば大丈夫じゃないかなと思ってます。スラ先生のキルティングの見本が欲しいとか、アプリケの見本が欲しいっていう方は言ってくだされば、まあ、プラス、まあ、500円とか場合によっては1000円とかになってしまうかもしれないんですけれども、見本でお付けすることできますので、必要な方は言ってくださいね。もうだいぶ日焼けをしてしまってちょっとお見苦しいんですけれども、あと少しね宣伝になってしまいますが、5月の26日から28日まで山形のね認定インストラクターのチェリー先生のキルト展が開催されます。私もね宮古島からお手伝いと、あとまあブラブラと参戦しますので、もしねお近くの方いらっしゃれば入場無料ですので、ぜひねお出かけがてら来ていただければなと思ってます。でもし来ていただけたら声かけてください。はい、そこら辺で多分ブラブラしてます。ではね、セラでした。いつも見てくださってありがとうございます。バイバーイ。